日テレニュース24日テレニュース24 2 4にテレニュースに1 4は日本テレビ放送網が運営しているニュース専門チャンネルとニュースサイトであるキャッチコピーはニュースはライフライン安全安心につながる報道をマイナス2014年2月3日帯日本テレビ放送網が日本全国の NNN 系列局や 海外の拠点より収集したニュースを24時間発信している。スカパー。統計110度 CS 放送スカパー。プレミアムサービススカパー。プレミアムサービス講や各地のケーブルテレビ、日テレ市会社のインターネット、動画配信サービスフールーなどに加入する視聴できる。ほか、全国の系列局や BS 日テレでもシニア帯にフィラーとして放送されている。 2011年10月3日から2014年9月までは BS スカッパーにも一番組として30分間同時放送していた。またスマートフォン向け放送局の NotTV が展開する NotTV ニュースでも24時間サイマル放送が行われたがチャンネル再編に伴い2014年7月1日付の放送から NotTV4 として数年の放送移行し 一部の時間帯での部分サイマル放送、ソリーブ 24TBS ニュースバードと交互となった。番組は基本的に専用のスタジオからアナウンサー等が交代で出演して進行する。ただし、日テレ以外が管轄する地域、海外も含むのニュースは原則として地上波で一度放送されたものを流し入るが、緊急時は生放送で回線接続することがある。 2007年7月には、谷村由美が作詞、作曲し、松浦彩が歌う、笑顔が、チャンネルのイメージソングとして使用された。この曲は、谷村が2006年12月24日放送の15時間特別番組、世相のエインイングテーマ曲として書き下ろし、歌ったものである。読売新聞、長官の第2テレビラジオ面には、ヒテレジータスや、日テレプラスドラマアニメ、 音楽ライブと共に番組表が掲載されている大阪本社はクォーターサイズ、それ以外は曲小サイズで大阪本社収録文については他地区よりも詳細な番組内容が記載されている。なお、日テレ、地上波のロゴが2013年に BS、日テレのロゴが2014年にそれぞれ BS0 テレに変更されたが、当チャンネルのロゴは変更されず、 当チャンネルの日テレのロゴは2014年1月19日まで前代のものが引き続き使用された。なお、アイコンのロゴとステーションスポットでのロゴは前代のものが2014年2月2日まで使用された。その後、ニュースサイトとしての日テレニュース24のロゴも地上波、BS 比、テレ日テレプラス同様の0テレロゴを用いたもの、赤色ベースに、 レーレニュース24に変更された。時間調整枠で流れるスマホアプリの告知スポットの冒頭で流れるロゴは2017年12月10日まで前代のロゴが引き続き使われていたが翌11日よりアプリの刷新が行われ現行ロゴに変更された。なお、CS ケーブルテレビ光 TV 向けを含むと2019年3月28日 早朝まで存在した CS 再送新ネットによる地上波フィラーで放送する場合は原則として L 字型画面とし左に当日の日付、時刻、天気予報、下にニュースのロールティッカーを常時表示するがスポーツ中継、プロ野球、ACL、B リーグ、ゴルフ他の時は一時消去し画面右上にロゴをウォーターマークで挿入する。 2012.13年度の日本プロ野球シーズンオフ年度下半期の期間中は終日24時間放送で提供していたが2014年7月1日の番組チャンネル再編により TBS ニュースバードの放送が規模縮小に行ったのに伴って通年放送へ移行無料放送の n o TV4 での放送とした 今回は TBS ニュースバードソリーブ24ウェザーニューズとの交互放送としており、次の時間に行われた。チャンネル再再編のため、2015年3月31日で終了。なお、Not TV 自体は2016年6月30日に廃局された。放送は9時半から24時までで、内容の更新は1日に数回程度だったとみられる。 また、日本テレビでは、お馴染みの読売ジャイアンツ、巨人戦の中継も行っていた。1992年に、スパーバード、B5 が打ち上げられてからは、宇宙通信、SCC が供給する、スカイポート通信サービスのラインナップに組み込まれていた。SCC のステーション ID は、日テレ本社、現在の工事待ち分室に設置された、アップリンク用アンテナをメインに、 チャンネルロゴと SCCNCN 麹町地球と表示されるものだった。この ID 画像はニュース番組の終了時や中断明けにも使用されることがある。放送開始アナウンスはこちらは SCCNCN 麹町地球局です。送信周波数 12.497GHz 送信チャンネル第4チャンネル NCN 日本テレビケーブルニュースです。 ニュース番組開始時のアナウンスは、こんにちは、または、こんばんは、ニュース専門チャンネル NCN 日本テレビケーブルニュースです。この番組は、NNN 日本ニュースネットワークの協力のもとに制作しています。終了時のアナウンスは、ご覧の放送は、ニュース専門チャンネル NCN 日本テレビケーブルニュースです。放送終了アナウンスは、 NCN 日本テレビケーブルニュースです。本日の放送はこれで終了しました。明日もまた同じチャンネルで NCN ニュースをぜひご覧ください。または引く明日は午前10分から放送いたします。1993年頃のアナウンスは薄井雅子元日本テレビアナウンサーが担当。ロゴは原則白であったが番組紹介や ID ではカラー表記になることもあり。 その際は、その下に、NNTV ケーブルニュースと書かれてものであった、主に NCN ニュースや NCN トップナイターに使用。NNN は、日本テレビ系列のネットワーク、日本ニュースネットワークではなく、NNTV ノンストップニュースの頭文字を取ったものである。キャスターが、番組の最後に、ご覧のチャンネルは、NNN24、NNTV ノンストップニュース、NNN2、14、 NTV ノンストップニュースですとアナウンスする。1999年頃に20分番組のスーパーモーニングライブがスタートし、一部時間帯の編成が変わった。また、番組名の最後に24を付けることが多くなった。ロゴはというもので24の上側に3行で NTV ノンストップニュースと表記してあるものであった赤字の N、オレンジの N 黄色の N 灰色または黒の24。巨人戦の中継は2001年度で終了となり、翌2002年4月1日に開局の日テレジータスに引き継がれた。これ以降、全編完全中継となる。各番組の放送時間は公式サイト内の週刊番組表を参照のこと。他局よりも遅れての放送。その他、 台風や地震などの重大なニュースが発生したときは、ニュースエブリーなど地上波の報道番組や、NNN よび系列局制作の報道特別番組を同時放送する場合がある、CM は差し替え、ID アニメーション、またはお天気カメラ映像に、引き続き番組名をお送りします。のテロップを付加、またはオリジナルでブレイキングニュースを CM 枠いっぱい行う。 また2013年には、ブリジストンオープンゴルフトーナメントの決勝ラウンドのみ、1番ホール制中継を行うなど、と、日を中心に一部ゴルフ中継を行った実績がある。現在は、配置なし。前述したように、日本テレビ系列の各局でも未明、早朝帯の放送休止時間を利用して、当チャンネルの同時放送を行っている。ただし、あくまでもフィラー。 空白となる時間の穴埋めという扱い出るため、曜日や季節によって放送時間に違いが生じている。フィラーを行っているつぼねは、当初は近畿地方伊藤に集中していた。日本テレビを除く各局は、当初、オハ、4ニュースライブ以下、オハ、4第一部も含め、いずれもスカパー、向けの CS 放送の再送信という形式で放送していた。オハ。 4について、関東地上波日本テレビでは開始当初から前編、2011年4月1日に2部制に移行した後の第2部は、関東以外の地上波でもレギュラー番組扱いとなっているため、通常の放送回線によるネットで必ず放送されており、一部の系列局を除くティッカー表示もない。なお、 日本テレビ以外の地上波系列局においてメンテナンス等により未明から早朝にかけての放送を休止する場合第2部の未通常通りネットするがそれが長時間にわたる場合らはごく稀に第2部も休止とすることがある日本テレビ以外の地上波系列局においてメンテナンス等により未明から早朝にかけての放送を休止する場合地上波において 1> 第1部は正規には関東のみのネット。第2部はあくまで、ローカルセールス枠のため、通常時のネット局であっても、蒸気メンテナンスでの休止以外に、大雨、台風発生時に、臨時で、自社制作の報道特別番組に差し替えることがある、特に中テレビ。2011年10月3日4時までは、日本テレビと静岡第一テレビ以外の各局は、 モノラル音声で放送していた、オハ4の第2部は、2011年4月1日の放送開始時から全曲で、ステレオ音声。なお、以下の表での放送終了は、放送日付上、実際の日付は、前日の深夜定時放送終了時を指す。また、特番やスポーツ中継、臨時の速報ニュースなどで、放送時間が延長された場合、 翌日付け早朝放送開始までの時間的余裕がない場合や、特に月曜未明、日曜深夜に放送設備保守作業があるときは休止して、局によりカラーバーやお天気カメラ、環境映像などの別のフィラーを用意することがある。また月曜から金曜が同時間帯に放送される場合は、平日としてまとめてある。2017年4月19日から日本テレビを除く。 地上波系列局並びに BS 日テレ 2K において従前の CS 再送信ネットから2017年4月18日午後開始のインターネット配信の同時放送への切り替え徐々に進み2019年3月29日をもってこの切り替えの完全移行が完了した切り替えが完了したつぼねではティッカー表示やステーションスポットがなくまた平日早朝の おは4第1部4時代や日曜朝の NNN ドキュメント再放送が途中打ち切りとなっている。この切り替えにあたり、おは4第1部5時代は切り替え完了局において日本テレビと同様となる。正規の晩飯ネットが可能になったが、正規の晩飯ネットにこうしたつぼねもあれば、晩飯ネットをすることなく、おは4第1部全体を途中打ち切りとしたつぼねもある。 以下においては、日本テレビ以外の地上波系列各局並びに、BS 日テレ 2K でのネット配信版でのフィラー放送が完全移行済みであることから、日本テレビを含め純粋なフィラー放送時間を記す。日テレニュース24では、様々な方法でニュースのネット配信を実施している。PC、携帯の公式ホームページにおいて、記事、写真、 動画を無料配信しているほか、ただし、携帯だとパッケット代がかかる。動画を見る場合は、定額制加入を推奨、B のニュースチャンネルへの記事の提供、無料、2013年6月28日サービス終了に、伴い配信終了などを行っている。この他にも、JR 東日本京浜東北線、中央線快速車内に設置されているモニターに、 ヘッドラインニュースを配信している。以下は日テレニュース24ホームページ以外でのニュース配信先。ビデオポッドキャスティングの配信を2006年4月12日にスタートさせた。配信される番組はすべて動画で無料配信される。番組の視聴には iTunes のダウンロードが必要。ニュースの動画視聴一部を除くや24時間以内の 直近ニュースが視聴できるニュース速報。ライブが iOS 及び Android 向けに無料配信されている。また、月250円の有料会員及び au スマートパス向けアプリでは、緊急会見や事件、事故の現場からのライブ配信やプッシュ受信が可能となり、広告も非表示となる。上述の通り、2017年12月11日から新しく、 日テレニュース24アプリに変更され、プッシュ受信やライブ配信も含め完全無料化された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。